皆さんこんばんは。コバルトボーイボーカルギターも森幸隆です。ベースの脇本です。キーボードのかなです。こちらは福岡在住のロックバンドコバルトボーイのインターネットラジオボーイズドントブルーという番組でございます。今日125回目となっております。とっても暑くなりましたけれど、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日はゆったりとお付き合いください。コバルトボーイのボーイズドントブルー。暑いですね。いやーもう本当夏本番ですよ。暑い、うん、そんな暑い夏に、はい、やっと僕らのシングルブレスがリリースされました。リリースされました。ありがとうございます。1週間ですね。そう、1週間ちょうど1週間経ったぐらい。どうでしたこの1週間、何してた、どうだった。ブレスのことばっか考えてました、うん、僕はリリースした瞬間から。確かに、うん、そうでしょ、みんなお二人も。あっという間に、こんなに早い1週間は初めて。あ、ほんと。っていうぐらい1週間入った。もう俺 SNS 見すぎてスマホがもうちょっとヤバくなってきた。ぶっ壊れてきた。うん、これ本当に壊れてきた。ヤバい。いやでもね、たくさんの方に今あの MV 見ていただいてたり、うん、そうそうそう、のサブスクは僕どのぐらい聞かれてるか知らないんだけど、ああ、うん、後で見せます。うん、ああ、わかるんです。わかるわかる、全部わかる、うん、たくさんの方に聞いていただいてるようで、とても嬉しいな。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、うん、今ブレスのミュージックビデオのメイキング映像みたいなの作ってて、そうそうそう、2人が今来るなり、うん、コメンタリー入れてもらって、うん、一仕事終えたって状態なんですね。楽しかったですね、あれ。なんと暑い。いいえ、暑くないです。これも、これも、これいつぐらいに公開されるんですかね、うん。いや、もう作れたらもう割と近日中に出したいです。ああ、うん、それも見てほしいな。まあ、お盆前か、早くてもう今週とかか、うんうん、楽しかった、ね、まあちょっとしたやつですけどね、うん、プレスのね、撮影風景が入っています。うん、懐かしい。この1週間じゃ何してたか、それぞれ、うん、この1週間で僕はやっぱり、うん、もう SNS べったりでしたね、結構。あ、ね、なんかやっぱりこうプッシュする1週間じゃないですか。だから結構 SNS、インスタ、X とかを結構やって短い動画作ったりとか、うん、なんか結構してましたね。そうですね、うん、僕インスタグラムすごい苦手なんですけど、やっぱどんどんやっぱり毛利さんがストーリーズ用のこう素材とかをくれるから、うん、やっぱちょっとずつ今こう僕も出していこうと思ってて、うんうん、なんか投稿もインスタグラムでいっぱい書けるんだね、文字がね、っていう、いっぱい書けるよ。もうだって制限ないよ、うん、写真もいっぱい載せれるんだねっていう、ごく初心者なあれですけど、もっと載せていこうかなと思ってます。うん、うん、楽しい。1週間本当に何も覚えてないんですよね。あ、本当覚えてないぐらい目まぐるしくて。あ、本当私何してたんでしょうねって思います。知らない。いや、私もわかんないですよ。でも多分リツイートとかはずっと続けてたし、うん、あ、確かに。あ、そうそう、この1週間だけでも、うん、あ、見ましたとか、うん、かっこよかったとか言ってくれる人とかいて、身近に、ね、でなんかちょっとそれで安心してましたね。だけど結構かなちゃんが歌ってる、あ、声とかもそうだし、歌ってるなんだっけ、ミュージックビデオの感じとかもそうだから、うんうんうん、結構かな、最初かなちゃんをソロで入った人は結構見たことない。ああ、そうだ、かなちゃんっていうか、うん、そうそう感じだって、いろんなかなちゃん、そうですね、そこのなんかギャップ、うん、びっくりをどんどんこう縮めていきたいなっていう今後。ああ、そうね、うん、ピアノだけで見てきた人とかはそうかもね、うん、うん、ですね、っていう一週間、ね、なるほどな、なるほど、うんうん、うん、僕もかなちゃん、良かったってすごい、同僚っていうか、お仕事とかしてて、うん、の人に、キーボードの他の人いいねって、本当言われました。今日言われた。嬉しい。何が良かったんでしょう。わかんない。そこ、そこ聞きたいの。すっごい忙しかったから。聞きたいの、そこですよ。かなちゃんね。すっごい忙しすぎた。そうなんですね。そうか。うん、でも、なんかね、そうやって言ってくれる人が褒められて嬉しい。一瞬で過ぎましたね。インスタライブもできたし。そうですね、そうですね、インスタライブ、うんうん、まあじゃあちょっと脇本くんがスイーツ買ってきてくれてるか、そうなんだよ、うん、それ持ってきていいですか。はい、じ
こんなに暑いんだ。じゃあ、つないでもらって、はい、お二人で。ねえ、もう。どうすか。めっちゃ雑な。どうすか。いやー、そうですね。これはなんか、スプーンとかがいるやつ。いや、いらないやつですね。手づかみ系です。手づかみ系です。手づかみのアイス。ああ、おお。よさげでしょ。はいはいはい。うん、これ、なんですか。これ、アイス？アイス、アイス。アイスなんだけど、これ、味が違う。味3種類ある。はいはいはい。3種類出します。はいはい。あ、これもあった。アイス。この3種類ですね。ストイックスって感じですね。ちょっとそれ写真、1個撮って。じゃあちょっとこの3種類。なんでその、1個の争奪戦みたいな感じになるんですか？なんか、写真撮ってましたね。何？あ、写真。なんか、ジャケがかっこいいのよ。ジャケ。これ何ですか？今日ご紹介するのはモロゾフですね。あ、モロゾフって前なんか買ってきてくれた ね、うん、モロゾフの、はいはい、アイスミルクバーですかね。まあもう結構シンプルなんですけど、ね、味が何味が、チョコレート、はい、でコーヒー、あでこのフルーツ味が結構なんかいいなって感じ。どれもいい、うん、なので争奪戦でいきましょう。いいですね。じゃあじゃんけん。食べれないのある？ない。あ、オッケーオッケー。うん、最上級。じゃんけん。負けた。かなさんどう？じゃあチョコレートで。はい。じゃあ最初。じゃんけん。はい。こいけ。負けた。コーヒーで。なんだよ。もうじゃあ僕フルーツで。いやそう。結構ガリガリ君的な。これフルーツが一番人気あるような気がするんだけど。アイスバーです。うん、アイスバー。なんだ。132キロカロリー。もうチェックが早い。じゃあ。あ。あ、いいね。いいでしょ。なんかちょっと、うん、お、思ってたんと違う。すごい。え、めっちゃいい。ちょっとそのそれとこれで、そう、あ、3つ仲間入れて塗り壁。いい。目がつまんで。いただきます。いただきます。知覚過敏なんですよね。うん、うん、あった。うまっ。 あ、フルーティー。あ、美味しい。めっちゃフルーティー。うん、美味しい。チョコ、中も完全チョコ。いや、白いかな。あ、中バニラみたいな。チョココーティング。多分。うん、うまー。おう、うまい。279キロカロリー。それだけに、ちょっと待って、それだけ高くない？俺128キロカロリーなんだ。一番低い。一番低いです。どうしよう、どうしよう、うん、まあいいか。アイス食べながら、うん、ライブ振り返り。そうですね、今月ライブも充実してた、うん、してましたよね、うんうんうん、前回のラジオが、うん、7月の頭だったんで、うん、まず毛利さんの弾き語りから振り返る感じになります、ね。あ、はい、うんうん、弾き語りよかったですね、久しぶりの。あ、だ、うん、なんかちょっと言葉めっちゃ選びますけど、はい、うん、なギターと歌だけって多分なかなか聞かないじゃないですか。ん、そのバンド練習とかでみんなでわーってなってる時の歌は聞くけど。あ、うんうん、確かに。あ、なるほど。え、こんな上手かったっけみたいな、コアみたいな。褒められた。褒められた。そう、だから私がなんか言葉めっちゃ選ぶんですけど、選ばなくてビビり上がってしまって、うん、ちょっとビビり上がってしまいました。こいつこんな上手かったっけ？やるやん、意外に。いや、そういうことじゃなくて、うちのボーカル意外にやるやん。いや、なんかめっちゃもうなんて言ったらいいんでしょうね。うん、びっくりしました。ほんの？あれみたいな。いい意味で。いや、めっちゃいい意味で。あ、よかった。なんかカバーも結構したじゃないですか。した。うん。なんかバリエーションが。うんうんうん、多くて良かったなと思って。うんうんうん、うん、楽しかった。最後ステージ上げられる。あ、そうなんかアンコールですね。アンコールもらって最後やったんで、うん、出番が怖で2人いるから、うん、でフィーバーやろうかなと思って2人がいるのに、うん、2人がこっち来ないの変だなと思って、
呼ばせてもらう。変じゃないですよ。一人で全部やっていいんですよ。この方が変ですからね。完璧。それも楽しいかな。完璧油断しとって、エンタメになるかな。呼ばれて、あ、仕事あるんやったんで。当たり前ですよ。さ、曲順とかも全部知らんから、うん、最後何曲やるんやろうと思って、知らん曲やったらどうしようみたいな感じになる。知らん曲は。覚えた。何やるって言わずに始めて、とりあえずあげてコーラスしてって言われて怖い。いや、なんか面白かったですね。いや、2人のポテンシャル知ってるから必ずできる。彼らならやってくれる。そんな信頼のもとですよ。落とすなって。しかもあのアイス落とすな、フィーバーなの。飛び込んだらあのところね、うん、私のコーラスが聞こえるようにめっちゃ小さくされて、うん、一番そこが怖い、ね、あれ、うん、あ、恐怖。生声、このムーブ絶対小さくするムーブやった。あ、分かった、分かりました。さすがやられたと思って。さすがですよ。うん、楽しかったな。楽しかったですね。コバルトボーイのボーイズドントブルー。で次の週が親不孝通りのジュークジョイントでハーモニークリーン、うんうん、次の週ですね。ですかね、うんうん、です、うん、そう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 、うん、これはドラムレス3人で出たんですよね、うんうんうん、俺結構なんか結構不安な日だったけど、不安っていうかその去年の1年前のスウェイ以来のそのドラムレス、うんアレンジで結構直前までスタジオ入ってたじゃないですか。そうですね、うん、どうなるっちゃろって感じだったけど、なんか直前のスタジオで結構あの掴んだーみたいな、なんかあ、この曲できるかもみたいなのがいけるポロポロって出てきたから、うんうん、なんかよかった。アモンの姫野さん曰くさざ波バージョンアレンジみたいな感じだったけど、本当あの圧をなくしてすべての音をふわーっていう、歌も全部ふわーって、ベースだけしっかりしてもらって、リズムもないからね、そうそう、になってもらってみたいな、うん、あの編成ちょっと楽しかったなと。去年スウェイやった時よりも楽しく演奏できた、良くなったと思う、しましたね、格段に成長なったよね、感じました、うん、うん、感じた、うん、よかった。やっぱあのハーモニーグリッツって、うん、あのインスタントシトロンっていう、うん、あのね、あの元インスタントシトロンのお二人、うん、パークと松尾さんね、うん、今スタジオで、もうやっぱもう著名なミュージシャンっていう、著名ミュージシャンでは、そのなんかやっぱ伝説の DJ たちがこうみんなが見てる中でやるから、あ、そっか、すごいすごい緊張するんですよ、ああいうの、あ、うん、音楽好きな人たち、時和さんとか、ね、そうそう、時和さんとかが、うん、ぐわっと見てくるから、確かに、うん、その耳にかなうような、なんか演奏だったり音楽だったりするのかっていうところは、すごい考え、なんかちょっと緊張しました、僕。ああ、そうか、うん、緊張しすぎて、はい、うん、ドローイングボーイ死ぬほどやったのに、うん、最初の音が急にわからなくなる、うん、あるよね、そういうのね、わ、うん、かる、本番あるあるよね、うん、あれ、あれ見失ったみたいなのあるよね、ぬるっと入りますね、わかる。そういう時は失敗してませんよっていう顔だけしておくっていう、うん、あとね、あのジュークジョイント、僕個人的にも出るのが、うん、8年、結構ぶりだったんですよ。ライスボール解散した後、まあ、弾き語りの時に出て、そっからで、うん、やあの出る機会がなくて、だからあの松本さんが、うん、あのジュークジョイントとジュークレコードっていうところの、あのオーナーの松本さん、あのすごい明太ロックの時期から福岡の音楽シーンをこう、うん、彩って支えてくれた、盛り上げてくれた松本さんがお亡くなりになって、うん、で行けてなかったんですよね、うん、でそれ以来初めて行けたから、あのちゃんとその写真もその松本さんコーナーみたいな、あのちゃんと写真が飾ってあって、ね、うん、なんかその前で演奏できたから、なんか結構心の中で松本さん、あのやり聴いてくださいねみたいな感じで、うん、あのやれたのもあったから、それも良かったなと思って、うんうん、
ですね、うんうん、いいよ。あと時和さん、時和響さんっていうあの写真家の、うん、写真家 DJ の時和さんの、僕が大学生ぐらいの時に買ったあのおしゃれグラビアみたいな、うん、ちょっとエッチな本があるんですけど、おしゃれエッチな本ですか、おしゃれエッチの本をその当時あの僕ビレッジヴァンガードで買って、あ、東京はこんなのがあんだーってそんな田舎のおしゃれだなーって買ったやつが時和さんが撮った時和さんの写真集だったから、うん、サインくださいってそれ持ってきて時和さんにサインもらって、うん、一緒に写真撮ってもらってましたね、写真も撮ってもらって嬉しかった高校生のね、嬉しかっただ、高校生の自分がね、うん、嬉しかっただ報われますね、あの写真撮った人がいるだと思って嬉しかったな、そうんで、先週がリリースして初のライブで、ユーテロで、福岡のユーテロで、うん、これはノッシーも加わってバンドライブやりましたね、うん、どうだっけ、やっぱね、ブレスをね、うん、あのリリースして初演奏ではないんだけど、そうリリースしてからは初っていうか、うん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 、やりましたね、いややりました、うん、いっぱい練習した、うん、楽しかったですね、うん、結構その今回のユーテロライブはもう一曲トロピカルボーイっていう新曲もやって、うん、まあ、夏っぽいセカンドアルバムにも入れたいなっていう曲なんですけどをやれて、それも結構前回一回やったんですよね、うん、1回やってそれがめっちゃ早いバージョンになっちゃった今回ねテンポとかちゃんと気にして、うん、あのやりましたね、うん、いい感じでやれたよね、お母ちゃんがね、あのスピードには厳しい、そうそうそう、スピードには厳しい、楽屋で終わった後楽屋でね、うん、私早送りみたいな感じで演奏してたんですけどみたいなクレームが出るから、うん、スピード警察なんで、いやでも大事なんですよ、やっぱテンポ聞きやすさとかね、印象も変わるし、ユーテロのライブは結構僕あのちょっとあのまたですけど熱中症みたいになっててなんか体調悪そうでしたよね、あ、そうそうそう、昼来る時になんかあれめっちゃ頭痛いみたいになって、あの日もすごい暑かったね、めっちゃ暑かったんですよ、ですぐ熱中症になるからぐったりしてたんですけど、本番は全然大丈夫でした、うん、うん、よかったです、あのアンコールもいただけて、うん、あ、本当そうだっけ、嬉しかったですね、そうでした、あ、ちょっとたっぷりやらせてもらったの、あ、アンコール、あ、ニューワーズアンコールでやって、うん、うん、なんかやっぱ夏にライブやるっていいな、ライブいいなと思った、やっぱ今なんか恋しいもん、ライブがちょっとしばらくないでしょ、うん、僕らはコバルトボーイはね、うん、いやだからちょっとライブやりたいみたいな、人と触れ合って交わってこう喋ったりいいなぁ楽しいなぁと演奏してなんか聴いてもらって楽しいわぁと、そんな初歩的な楽しさ味わいましたね、原始的なね、やっぱめっちゃ楽しいなぁと、良さがあるなぁと思います、うん、なんでね、そんな感じの、プレスリリース1週間でした、ありがとうございます、ありがとうございました、うん、続いてのコーナーはフェイバリットミュージックのコーナーです。このコーナーはコバルトボーイメンバーたちが最近聴いてよかったなぁと感じた楽曲を、皆様に紹介して一緒に聴いていこうよ、そんなコーナーでございます。本日も脇本義久さん、かなさんに来ていただいております。はい、脇本です、よろしくお願いします。お願いします。はい、ではまずじゃあ順番決めるじゃんけん、はい、じゃんけんしましょうかね、最初はグーじゃんけん、チョキ、勝ちました。勝ちましたよ。そんなにここ大事なんですか、ね、勝ちましたよ。順番決めますよ。じゃあ僕、かなちゃん、森さんとかどうかな、はい、うん。かしこまりました。最初は僕から行かせていただきます。はい、今日ご紹介するのは、うん、新井由美さん、うん、瞳を閉じて。うん、これさ、あの、森さんがさ、この間多分弾き語りで、はい、言ってましたよね。そう、歌わせていただきました。いや、してた。やってたよね。うん。歌わせていただきました。うん、あの、大好きな曲で、ありがとうございます。一回聴きましょう。あ、聴きましょう、うん。ちょっとね、これあの、僕、
YouTube で、せっかく YouTube だから、うんうん、なんかこの曲にまつわるドキュメンタリーみたいな映像が4分半ぐらいで YouTube 上がってるんで、その映像ちょっと見たらいいかなと。ありました。じゃあ YouTube など動画を貼ることはできませんが、下概要欄にリンクを貼っておりますので、皆さん一緒にクリックして見てみましょう。ワン、ツー、スリー。クリック。うん、荒井由実さんで瞳を閉じてでした。もともとはだから今の映像にもあったけど、学校の校歌みたいに なったっていうところがあって、うんうん、もう高校生の時に僕、うん、芸術選択できるのなかったですか。あのね、絵を描くか、うん、書道か歌かみたいなのがあったんですけど、僕は音楽のやつ、歌のクラス行ってたんですけど、その時にこの、瞳を閉じて初めて先生が紹介して、うん、こういう効果があってっていうところから知ったんですけど、なんか、へぇと思って、効果なの？効果としてもすごい、なんかなんか映像にもあったけど、ふるさとのこととかを、なんかね、大事にしていくとかもあるけど、普通に曲としても本当にすごい、すごいなんか好き。いいよね。めっちゃいい。今でもすごい聴きます。森、うん、さん、この曲とかやっぱ弾き語りするときの、うん、なんでこの曲を選ぶの？いや、やっぱすごいいいなと思って、うん、ミスリムってアルバムの、1曲目だっけ？2曲目かな。2曲目か、うん。で、めっちゃいいなと思って。うん、で、やっぱその、もうレコードのその解説にも、効果で作ったみたいなのが書いてあってね、まあそれ知っとったけど、これ効果ってめっちゃいいなと思って。うんうん、そうですね。印象のずっと残ってる曲ですね。うん、もう大好きです。ありがとうございます。若いユーミン、かわいい感じでしたね。はい、ありがとうございます。続いては。続いては私のフェイバリットミュージックということで、うん、スナオっていうバンドのドリーっていう曲ですね。うん、あ、スナオね。スナオじゃなくてね。あ、素直かもしれないですね。あ、どっちかちょっとわからないです。まだわからない感じですね。はい、はい、ぜひ聞いてみてください。あ、じゃあ早速まずいきますか。ちょっと待ってくださいね。はい、はい、では素直を聞いてみましょう。結構他のミュージックビデオも全部可愛いんですよね。色合いとかが、なんかちょっと渋谷系っぽい感じもあるし、へえ、年末に出てた。あ、キューブリックに来てる。え、3月にね。え、台湾したいですね。うん、いいバンドだな。いいバンド、めっちゃかっこいい。曲もすごい、ね、爽やかな感じの、お昼にぴったりのやつ最近めっちゃ探してて、これめっちゃ昼やなと思って、そうね、聞いてますね。うん、あ、歌詞もいい。めちゃくちゃリサーチで歌詞読んでるだけですか。うんうん、へえ、いい曲だと。ありがとうございます、はい、ぜひ皆様も聞いてみてください。聞いてみたいと思います。はい、じゃあ次は、はい、今日毛利さんが紹介したい曲は、オアシスの Don't Look Back in Anger です。それ、あの超、まあ、王道というかあれなんですけど、まあ、僕オアシスがもうすごい好きなんですよね、もう10本5本の指に入るぐらい、でこの間フジロックにそのオアシスのノエル・ギャラガーが来てて、ハイフライングバーズっていうそのノエルの、まあ、バンドで来てて、でその前半ノエルのソロの曲やって、後半はもうオアシスの結構代表曲みたいなのを連発して、で、アンコールでこの Don't Look Back in Anger をやって、大演壇みたいな感じのライブで、結構、それがなんかもうスリルがないとか、なんか興行、ノエルさんの興行を見さ、なんか見た、退屈な興行だったとかいう、人もいたし、なんかすごいやっぱ良かったって書いてる人もいて、僕は配信で見てただけだからちょっとよくわかんないんですけど、めっちゃいいなと思った。
僕も見てたんですよ、配信で、うん、結構もう釘付けで見ちゃいましたね、うん、ソロの曲も良かったし、とにかく曲がやっぱすっごいいいっていうのが、うんうん、で、あの淡々、やっぱ淡々としてるんですよね、結構その、うん、オアシスのボーカルのリアム・ギャラガーって人は結構まあ、ロックスターって感じで、うん、なんかこう振る舞いもそうなんですけど、このノエルさんはやっぱ曲書いてて兄ちゃんで、うん、割とその別に熱くなる感じもないし、別にフジロックだからどうっていうのもないし、うん、まあ来て演奏して、はいじゃあ帰りますって感じで、そう終わってさ、スーって帰る感じがね、そうなんよ、それそうなんよそれもいいなと思って、なんかちょっとこう猫背で、うん、ただぼーっと出てきて、じゃあやるわみたいな感じでやってで、なんか客にさ、お前中国人かみたいなMC も最悪で、お前中国のスパイやろみたいな、ね、MC しようって最悪なんですけどもそういう感じも、チンピラみたいな感じもいいし、で最後、まあ、まあこれが聞きたいじゃろう、じゃあやるわって感じで、うん、Don't Look Back in Anger やって、うん、あじゃあって帰っていくみたいな感じとかもめっちゃいい、なんかいい、ね、俺はいいなと思った、すごいここは好みあるかもしれないですけど、うん、そうそう、すげえいいなって、だからちょっと今日はじゃあオアシスの Don't Look Back in Anger を皆さん聞いてみましょう、はい、で Don't Look Back in Anger という曲でした、うん、素晴らしい、ええわ、うん、ちなみにこのミュージックビデオで、うん、ノエルが弾いてるギターと同じカッターのギターを買ったんですよ、あ、そうなんですね、今年熟ジョイントで熟ジョイントやつ、ノエルキャラがもうそんぐらい好きっていう、いやいや、すごいいいですよ、みんな聴いてみてください、聴いてるかもしれないけど、うん、まあ、みんなで歌える曲があるってすごいな、いやすごいよね、すごい、うん、大合唱、大合唱できるっていうのもすごいし、ちょっとそこを目指したいですね、うん、うん、じゃあありがとうございました、ありがとうございました。はい、エンディングです、はい、うん、はい、まあ、どうですか、そうですね、どうですかって言ってどんな感じですか、うん、いや、もうだからここ1週間はそのブレスのことで頭いっぱい、今もそうなんですけど、ちょっと緊張しながら、緊張してるような感じの自分がいましたね、うん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 、とはいえ、さっきの萌さんのあのオアシスみたいに、うん、フジロックの配信とかあってたから、フジロックやってたよね、うん、やっぱ見てましたね、うん、キム・ゴードンがかっこよくて、ああ見てないけど、うんうん、すごくよかった、ソニック・ユースっていうバンドで、ま、ずっとベース弾いてた女性が、うん、71歳なんですよ、ソロで、うん、うん、でもめっちゃかっこいい、バリバリドープで、なんかキム・ゴードンかっこよかった、最高ですね、とかを見てたりしましたね、うん、先週末は、うんうんうん、オリンピックが全然終えてないんですよね、オリンピックやってるでしょ、やってます、やってますよ、あとで、TVer で開会式は一応見たんですけど、うん、どんな感じなんだろうって、競技まだ全く見てない、全く僕も見てない、言えないね、一緒に合ってるのかな、うんうん、いつやってるんだろう、やってるんよね、いやでもすごい盛り上がってますよ、本当そうですよね、うん、うん、スケボーがね、なんかすごくすごかった、うん、金取ったって、14歳、あ、そうなんや、めっちゃ若いね、なんかすごい面白かったよ、なんかそのスケボーの話も、あの金メダル取ったっちゃけど、うん、その技ってもともと練習でやってた技らしくて、うん、すごい大技なんだけど、うんうん、あ、そうなんだと思ってやったらオリンピック行ったみたいな、その普段やってるハマったってこと、ハマったっていうか、うん、普段ストリートとか公園でやってるようなもの、あ、そうなんや、うん、本当になんかすごい難しいとされる技、みたいな話、なんかもうちょっとドラマがあるんですけど、ちょっとそこまで、うん、すごいなと思って、うんうん、見てます、うん、
見てます。見てる。結構深夜に帰ってくることが多いからそのままつけるとやってるんです、ね、あ、テレビで やってるどこ。テレビでやってる。 NHK とかでやってる。 NHK かな、多分見てるのは、うん、本当に見たいのは、うん、バレーボールと卓球、うんうんうん、とバドミントンが見てる、うんうんうん、バドミントンがちょっと見れたんですよ、うんうん、バレーボールがなかなか8時とかでしょ。あ、やっぱ競技によってその時間帯が結構違う。そう、そう、今もやってますよ、バレーボール。あ、そうかそうか。なかなか見れなくて、うんうんうん、なかなか勝てないんですよね、バレーボール。あ、そうなん、今んとこまだか、あんま勝ててない。他の国が強い。うん、強いみたいな、ね、そうなんです。意外と見てるんだな、びっくりした。興味あるし、うん、盛り上がってます、うんうんうん、盛り上がってますね。どうですか。どうですかだけど広げていくのむずい。そう、ね、小さな棚を広げる。あ、じゃあ今後のブレスの展望は。あ、ブレスね、うん、今後のブレス、ブレスか、ブレスはだからこのまま広がっていってほしい、ね、いや本当に、ね、なんかブレスのやってみたいことがあって、うん、の3人バージョンのブレスでもいいし、うん、モッシーさん入りバージョンでもいいけど、うん、スタジオテイクみたいなやつも YouTube 上げたら面白いな。あー、動画でね、動画で、あー、いいかもね、とか。それを本当は8月したかったなって思う。うんうん、しようよ、うんうん、8月もう1日だから、うん、あ、それいいかもね、うん、YouTube とかね、考えてました。うんうん、いいです。そうだから、ジュークジョイントでやった時もブレスやって、うん、結構それはこうピアノでリフ弾いたりして、なんかこう、うん、それも良かったよね。結構いろいろできんだな、曲の奥行きがあるっていう感じなのか、なんかあるのかもね、うんうん、いい大事な曲になりました、うん、そうね。だから出してみて、その結構やっぱ出す前は結構僕心配性なとこもあるから、はい、出したけど全然聞かれないとかいうのもありえるなっていう、もう想定して構えてたけど、あ、もちろんもちろん、一応こう、あ、このぐらいは聞いてもらえてるんだなっていうところはまでは聞いてもらえてるから、うん、まあ、一瞬ホッとしたのと同時にやっぱもっと聞いてもらいたいなっていうのもあるよね、うんうん、ありますね、うんうんうん、なんかやっぱり俺、あのリリースして気づいたのが、うん、海外の方結構聞いてくれるんだなっていうのが、それもともとコワルドボーイそうなんでしょうけど、うん、すごいいいリアクションいただくなと思って SNS で、うんうん、すごい嬉しいことですね、うんうんうん、そうね、うん、結構地元だけど福岡なんかやっぱ結構分析っていうか、どこの地域で聞かれてるみたいなのが出るんですけど、うんうん、日本だとやっぱ東京なんですよね。へ、福岡全然聞かれ、全然じゃないけど、まああんま聞かれないんですよね。地元で聞かれたいなみたいなのはちょっとあるかも。それはもう本当そうですね。もっと、もちろん他の地域でもそうだけど、うん、なんかそれはもっとなんかでき、自分たちでできそうだなとか、うんうん、もあるしね。うん、福岡中心でライブやっとるからこそ、うんうん、そうですね、うんうんうん、ありますね。なんかできることあるかもしれないですね、うんうん、考えていきたいですね、うんうん、ということで、コバルトボーイはライブが、8月なかったんですけど、そう一つ、あのゆうてろさんにちょっとお願いして1個入れてもらって、うん、8月の27日、うん、火曜日なんですけれども、うん、一番目なんですけど、だからなんか7時からとかだから、なんかお仕事帰りとかでなかなか間に合わないかもなとか思いつつ、一応入れてもらったライブがありますので、うん、あのピピンとかね、あの好きな人いっぱい出るから、そうですね、伊藤正和とか、うん、結構だからソロの日なんですよね、に無理くり入れてもらって、ありがとうございます。なんならあのオーストラリアのあの、そう、ね、そうそう、ツアーのね、ツアーのミュージシャンの方とかも、ね、ちゃんと言いなさいよ言いなさい、ちょっと名前ほら、言いなさいよ。ベン・サルターさんサルターさんで合ってるのかな、ソルターかサルターさん、ちょっと間違ってたら申し訳ないけど、うんうん、のあのツアーでもあるんですね、ワールドツアーでも、うん、でかね、ワールドツアー、うん、そうなんですよ、そのライブ、あと、あのもう一方、
うん、なんていうの、うん、ねだから出演がですね、まあ読みますね、じゃあ、はい、ベン・サルターさん、ソルタ、サルターさん、はい、オーストラリアからと、うん、ピピンと、はい、イフ・マッサカさんとサイカデリアかな、サイカ、シカ、まあセミの岡崎さんのプロジェクトですよね、違ったっけ、大好き、いやそうだと思います、ですよね、とコバルトボーイですね、うん、コバルトボーイが最初に出ますので、ぜひユーテロ遊び8月27日、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。うんうん、ということで、コバルトボーイのボーイズドントブルーいかがだったでしょうか、ちょっと間が空きましたけれども、また再来週もやっていきたいと思います。再来週やれるかな、再来週、まあ、できるだけ隔週でやりたい、ね。やりたいね。うんうんうん、なので、またぜひ、お付き合いください。じゃあ今日もありがとうございました。皆さん暑いんで、熱中症に気をつけてくださいね。はい、それではボーカルギター毛利貴隆でした。ベースの秋元でした。キーボードのかなでした。おやすみなさい。おやすみなさい。